真面目に一生懸命やれば長期政権になると、中曽根元総理大臣が野田総理に太鼓判をしました。総理大臣に向いてるようだったものね。いやいや、そうだね。あの、ほんと一日一日一生懸命やってるっていう、はあ、大勲位の太鼓判に恐縮しきりの野田総理に対して、中曽根元総理は真面目に一生懸命やれば国民は支持して長期政権になると激励しました。そして外国の首脳が集まる場では慎重に重みのある発言をするようにと指南することも忘れませんでした。